東山魁夷瀬戸内美術館では、魁夷が京都やヨーロッパなど旅先の風景を描いた作品31点を展示しています。こちらは京都市の修学院離宮を題材にした作品で、リトグラフという版画の技法を用いています。魁夷は京都の自然をテーマにした絵を多く残しています。こちらの作品はフランスパリ郊外の公園で見た光景を描いたものです。晩秋の霧深い朝の様子を淡い色で表現しています。このほか魁夷はドイツや北欧などの旅先で心を惹かれた風景をいくつも残しています。この作品展は今月19日まで開かれています。